はい、16対9の四角の中に生きる妖精ですはい、えー、これは中西のカップ麺ですね12月467日に食べたカップ麺ということでまあまあ参りますか参りますか参りましょう参りましょう早速参りましょうはい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 えー、渡辺製麺これはローソン限定ですね四川料理金城秘伝極旨辛味四川担々麺お詫びこんなにうまい担々麺を見逃してました以後気をつけます ラーメンデータバンクの名にかけて。はい。気をつけてください。はい。美味しかったですよ、これ。ね。うん。割とあっさり麺の、の、担々麺ですね。ごま、味噌。ニンニクの香りもするんですね。八角。八角が結構効いてましたね。八角がとにかく香ってましたね。麺はね、すごいコシのある。冷麺に近いような、すごい、<laughs> 言い方悪いですかゴムみたいな感じの麺で、細めでね。割とあっさりめでね、でも味深みがあって、香りも良くて、うん。 美味しかったですよ辛さはそんなになかったですね。これ良かったですね。うん、え次、エ、えースコック極みのスーパーカップホワイトまろやか塩ラーメン。まろやかでしたよ。あ、なんかね、あの、なんだあの、泡立てるパウダー最後に入れるんですけど、それでまあ、泡立って余計にま,まろやかみたいな感じの。 ラーメンですね。まろやかな塩ラーメン。そのままですね。うん。まろやかでしたよ。本当にね。札幌一番塩ラーメンを牛乳で作ったような。ポタージュスープみたいな感じもありますね。うん。とにかくあの、クリーミーな感じですね。美味しかったですよ、スープ。麺はね、さすがの、角麺ってやつですか。僕好きなんですよね。この麺ね。しっかり腰があってね。太くてね。うん。食べ応えあって。美味しかったですよ。これも良かったですね。うん。次。えー、明星一平ちゃん夜店の焼きそば。 ショートケーキ味。はい。買いました。<laughs> まあまあ気になってたんでね、気になるんなら買えっていうことで買いました。彩りシュガーと甘酸っぱいイチゴとコロコログルト、かっこヨーグルト風味キューブ入り、バニラ風味マヨ付き。あのね、思ったよりね、ひどくなかったというか、あのね、全体的に味がすごく優しくつけてあるので、食べやすかったです。はい。 美味しくはないですが、食べやすかったです。塩気もね、ちょこっとありまして、だから食べやすかったですよ。あ最初本当にね、すごいね、メープルシロップのような、あバ,バニナなんですかね。うん、メープルシロップのような香りがしてね。すごい甘い香りしましたね。バニナ風味マヨはね、僕マヨネーズ、お焼きそばにマヨネーズとかね、不要意にかけないんですが、これはマヨネーズあった方が良かったですね。塩気がプラスされて、さらに食べやすくなりました。本当にね、全体的にね、その火薬にしても何にしろ、味がね、 薄めというか優しく作ってる人ちょっと及び腰になったのかもっと強くね味付けても僕は良かったと思いますショートケーキ味ちょっと残念ですねあのねこの優しさが食べやすさがちゅうことですはいま,あま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 あはいはいはいほんとにね思ったほどじゃなくてちょっと残念なんですよねもっとね生クリーム感がすごくあったりとかそんなするのかなと思ったらうーん優しかったね思ったことじゃないの なんか言うほどじゃ言うほどじゃねえよ騒ぐほどじゃねえよもっと何て言うんですかアバンギャルドな感じで言ってほしかったですねえー、ああ今週のグランプリはい四川料理近所の担々麺ですね四川担々麺美味しかったですよでお弁当ですはい、えー、今回初めてサンドイッチ作りましたねハム卵サンドと、えー、ツナ卵サンドと一緒にね野菜を食べるミネストローネっていうのも食べましてねあでのり弁のり弁いいですね うん、で今回すごい豪華なのを1個作っちゃいまして5品目入ってる豪華な弁当これは驚き野菜の、えー、具沢山発泡八宝菜スープっていうのと一緒に食べましたこの八宝菜スープとろみがあってねあったまってよかったですよ、うん、最後にああこれは新顔です僕にとっては新顔ですえー、あけぼのこれぞ極みエビカツっていうのをね お弁当に入れていきました、まあでもねやっぱりね僕ねこれねあのね味の素さんのねエビ寄せフライの勝利ですねお弁当ほんと冷凍食品ね指の残りと組み合わせたりしてねすごくね便利でいいです自然解凍でいけるものも多いですしチンチってもねこうねトレイがこう小分けでねちぎれて1個ずつこうポッと取ってそのトレイをそのままラップもせず電子レンジに入れて えー、340秒とかそんなんばっかりですごい簡単です。別の容器に移してラップしてとかしなくていいですからね。冷凍食品いいっすね。本当にね。待、まあ、ち行ことでまじまじじゃん。抹茶すいません。